フライト時間の11時5分になりました。羽田におります。マジきつい、やばい。これって常識なんですか？いやでもあれなんだよね、担当の人がさ2人こうかけちゃったじゃないですか。やめてしまって、そっからもうほぼね、むしろこっちから何か聞かないと教えてくれない状況になったんで、気になることあれば全部教えるんで。ちゃんと一応聞いたじゃん、その空港到着して乗れるために空港券とかどうしたらいいですかって聞いた時に、ストラバの招待でパスポートを見せれば飛行機に乗れますっていう話だったので。そうだね、まあ悔しいですね、かなり悔しい。テンションもマジ上がらない。でもチケットのあれができれば、日にちはまだ間に合うから、ギリ間に合うかも。天候が滞りなくできれば、フライト時間と同時にエスタ発行できたんだよ。いやだってこれ知ってればさ、あと1時間早ければさできたんだよ。あーもうやばい本当に泣きそう。ちゃんとさ、俺ら YouTuber じゃん。この物語の先は、あの映画だったら何か起きるんですよ。ちゃんとこう行けて、え、よかったねってなるんですけど、現実はさ、そう甘くないんで、もうすっごく不安がいっぱい。絶対行く、絶対行く。いやでも絶対行く。到着して5分後に走ってくださいって言われてもいい。うん、それでも行く。まあちょっとこの後の展開、また何かあり次第回していきたいと思うので、という感じでちょっと一回返信持ってきたいと思います。はい、それじゃあとりあえず飯食べよう。はい、頭回らない。カツか、カツ定食。まあまあするね。空港値段だね。隣は、お昼だよね。1万。まあでも最近動画投稿頑張って稼いでるから、ちょっと頑張っていっちゃう。俺に金全額返しが言ってもいい。まあでも1700円もある。2握りで1700円。背伸びしよっか。でも今日はなんかムカつくし、背伸びしよう。ちょっとうまいもん食って、考え直すと。そうそう、それがいいと思う。はい、じゃあ行こう。はい、ごちそうさまでした。状況説明してください。結局エスタは更新できました、はい、承認されて行ける準備はできたんですけど、代理店さんが絡んでるので、なかなか手続きがうまくいかない、行き詰まってる状況である。最短で今のところ明日のフライトになるように今手続きしてくださってはいるけど、まだ5分。疲れたね。そんな感じです。大切な人の笑顔を見て、大切な人の笑顔が見て、あ、確かに。それはしょうがないねって言われて、うん、俺も言われたい。誰に？ダメだよ。人生七転び八起き。朝になっちゃった、編集してたら。今何時？見せ時間。5時38分。絶対いけないよな、もうな。でも1日経つんだから、あれから。もう諦めて編集してます。効果できたっぽいぞ。マジ？あんま大きい声ですね。あんま大きい声だぜ。え、ガチ？ちょっと待って、搭乗券発見されたらまた連絡ください。マジ？そんなことある？羽田に行くぞ。マジで？よくある？行くぞ、早く。すみません、俺寝てないよ。行くぞ、大丈夫だ、12時間寝れんだから。行けた。必要なのエスタとパスポートだけなんだろうな。それ以外もいらねえんだよな。羽田行きます。到着。長かった。この今羽田の目の前にさ、俺らが乗る JAL の飛行機があるんですけど、今日の朝か、今日の朝5時までダメかと思ったね。うん、ダメかと思ったけど、ずっと返信待ちだからさ、寝らんないしさ、寝られないし、やんな12時間。やばかったね。ぶっちゃけていい、この時点でいとこもマラソンよりきつい。足つりそう。足つりそう。もうすでにそんぐらい心折れるかと思ったね。そう、余裕な気がしてる今、ね、俺逆にもう余裕。まあここまで来たらもう楽しみましょう。これさ、めっちゃ俺らここまですっごい長かったじゃん。まあ結構こまめにカメラも回したりとかして、これ動画になるとさ、何分くらいになってんだろう。怖いね。賞味2分。よかった、よかったね。自由の女神もタイムズスクエアも見れる。見れるよ。初海外でおめでとう。初海外。あ、行きましょう。じゃあ飛行機乗ってきます。よし。
し、うん、幸せ、もう。自由の街アメリカってさ、まさに俺のための街だよ。この顔面が世界進出する時に来たわけ。なんか喋ってもらった。むずいむずい。むずい。むずいニューヨーク。一人で改札も通れねえ。いきなり、いきなり。スケボー、どうですか、いきなりスケボーに行きましょう。自由の街だから。これ日本だと炎上しますか。確かに、ありえないよね。駅の中スケボーは。すごいな。地下鉄の方に行きます。マジ初シティだよ。これいよいよ。いよいよ。これが一歩踏み出す時が来た。めっちゃ緊張する。いや、いけ。おお。すごい。感動する。スパイダーマン出てきそう。あ、これですか。めっちゃいいと思う。わかるの？ダッシュで行こうぜ。すごいな、なんか洋画で見たことあるようなニューヨークの世界や。ニューヨークなんだけどさ、高級なバスルームってめっちゃいいホテル。見て、初めてのニューヨークのお菓子、目に入る全部が新鮮。なんかマジでミーハーみたい。味もニューヨークっぽいもん。どんな感じ？ニューヨークのポテトチップス、いただきます。まあこれは割と日本っぽい。一番端です。ちょっと緊張するね、なんかね。 What's your last name? ヨシキ。 Are you from Japan? Yes. Yeah. I suppose you be 2021, but you guys postpone until this year. Yes. So I finished my six star 2 years late. Nice. Thank you. Yes. And you're gonna leave your bag. If you want to do this, you need to leave this in Central Park either today or tomorrow. There's no pickup. One more. So this is for checking your bag. Checking clothes. After the run. どういう意味ですかこれ。Okay. Okay. Have a good run. Pick up the T-shirts over there. T-shirts. Yes. T-shirts. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. So like a medium. Medium. Awesome. Thank you. Good luck on Sunday. Yes. Here's a mist. Oh, T-shirts.ニューヨークシティマラソン限定 T シャツです、ね、やばー。ラファエルが起きないんだから。もう一番続いてるんです。グモーニング。2日目の朝です。7時半。何時に起きた？これ4時。4時。4時。これ8時に寝て、うん、そうね、3時間に1回ぐらい起きてる。あ、そうだね。それで朝ごはんでシリアルだけじゃ足んないと思ってピザも買いました。朝から曇っちゃうね。ニューヨークってこういう朝じゃねえの。まあまあ、ニューヨークっぽいね。これがニューヨークだ。自由の国だから朝ごはんも自由に行かねえと。全部自由でまとめてないの。自由の意味は履き違えてるぜ。なんかミルクの色もなんかちょっとしてない。なんか汚い。不安なのか何なのか分かんないけど、めっちゃ腹減る。不安だったらストレスだよ。うん。めっちゃ腹減るんすよ。食える食える。なんかニューヨークっぽいね味が。アメリカ人ってこんなんばっか食ってんだな。そうして作った方が多い。いいよね。全部英語だからわかんねえ。26 minutes? 26分ありえる？
俺電子レンジで26分やったことないよ。26秒。あ、26分いけるわ。あ、いける。うん、クリアにして、あ、俺最強のやつにして、これ20分でしょ。これ本当にできんのかな。デレデレデレデデレデデレデデ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 オッケー。あ、これで2カップスのにやればいいんだ。日本にないからわかんないよ。わかんないよ。怒り方きしょ。抽出中。おお、なんか出てきた、出てきた。素晴らしい。さあさあさあ。ぶっちゃけていい、うん、オーブンじゃないから無理よ。勝ちで松屋行きて。そういうこといいね。楽しめねえよ。あと。どうっか、ピザパンみたいな感じ。ああ、なるほどね。うん、あ、うん、うまい普通に。あ、ほんと。うん、うまい。あ、ほんと。うん、いや、もうねえよ。2日目の朝です。おはよう。朝何食べたっけ。ピザ。ピザ。朝からピザ。リアルにさ、何かっていうか分かんないの。分かんないね。でもあれ薬局らしいから。薬局なんだ、うん、いや、なんかもう2日目の時点でもうあのね、むずすぎて、うん、あの生きていける気しません。今日の朝シャワー浴びるのに15分ぐらい戦って、で最終的に分かんなくて周平にあのすがりつきました。すがりついた。すごいね。いいね。文化感じる。文化感じる。あ、いいね。エレベーターさ、早すぎない？早いね。6階に止まってるんだけど、なんか2階に着いたみたいな感じで6階に着くから、うんってね、うん、嘘ってなるよね。電車、うん、電車の止まり方もめっちゃ雑。うん、ぶつかったんみたいな。あと電車のシートもな、硬くて嫌だよ。あ、そうだね。ツルツルして、ツルツルしててな。いや、もうたくさんなんか日本の違いを感じつつ、うん、まあそれをね、うん、楽しんではいます。楽しんでいる、はい、まだ楽しい。楽しんでます。ああ、よかったよ、はい。まあ、ということで、まあ、明日が本番なんですけど、今日はね、なんかこの何ステなのか、なんだろうね。分からん。ちょっと何なのかまだ分かってなくて、とりあえずここの住所に来てくれって言われて、今タクシー乗って朝9時半ぐらいなんですけど、軽いイベントみたいな感じで、うん、まあ5キロぐらい楽しく走るみたいな、うん、いう感じになってます。なんか世界各地からさ、カメラ持ったインフルエンサーがあみたいな多いね、うん、来るみたいですね。そうそうそう、だからもう負けじと僕らも今カメラを回してる状態でございます。はい、特に月明けの方ももうちょっとで着くっぽいんで、はい、あのそちらの方待って、5キロジョギング楽しんでいきたいと思います。はい、レッツゴー。なんかみんな走り出した。すげえ。 Hands up, OK! 1, 2, 3, hands up! いい感じよ。これはマジ気持ちいいな、うん、これはすごいわ。水戸黄門ぶりのランニングです。お前と20キロしたい。 1, 2, 3, yeah! 修学旅行で前に寝るやつは文化は海外にもあったんだ。これ日本だけかと思った。世界共通だ。共通だったから。マイジャパニーズユーチューバー。ジャパンユーチューバー。Yes. England. England. London. London ユーチューバー。Influencer. Influencer. Instagram. Oh yeah. Followers. How many followers? 14,000 on Instagram. 4万人。4万人。Wow, wow. 10万人は YouTuber. YouTuber 10万人。100,000 YouTuber. Yes, yes, yes. Woo! 頑張って。Wow, すげえ。Do you speak Japanese?I ran to Tokyo Marathon. Tokyo Marathon. All right. やった、ありがとう。で、頑張ってたら頑張って。
最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。